それでは YouTube デイズ動画編始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。拍手してくれました。まずこの企画なんですが、インスタや、ウェブサイトで、ベルディで連載しています、選手のアカデミー時代を写真とそしてエピソードで振り返ろうという企画があるんですね。でその動画編を今回はお届けしていきたいなと思っています。ということで参加者の皆さんご紹介しましょう。バラバラです。バラバラ。清水くんとのないです。気持ちだけです。じゃあ最後の VTR いきましょう。最後の VTR は川野選手の一つ上の先輩です。この方です。どうぞ。皆さんこんにちは。東京ヴェルディサッカースクールコーチの林です。コーチは高校2年生3年生と、東京ヴェルディユースに所属してました。川野選手とは、1学年差があります。川野選手は1学年下になります。当時は本当にもう監督がもう絶対の監督だったので、走る、怒られるを繰り返してたイメージがすごく残ってますね。はい。で川野選手とはリハビリがすごく長くて一緒だったんですけど、リハビリ終わりでご飯食べて、じゃあもう帰ろうかって言ったら、グラウンドでまだ選手たちが当時の走ってて、で表をこう歩いて帰るのがちょっと怖かったので、裏の下芝の細い通路からこう2人で外に帰っていったりとか、いろいろありますね。はい。その当時はもう本当にいかにこうバレずに帰っていくかみたいなのをすごく2人でやってた記憶があります。はい。あとは当時ユースには部室があって、でその部室にはもう常にバリカンが置いてあって、こういつ怒られて、いつこうボン坊主なって言われてもできるような仕組みです。それはまあ多分自分たちが自発的にやったんですけど、なので練習前に当時のキャプテンが、あれなんだっけな、キャプテンマークを忘れたとかで、監督がすごく怒りまして、でもう今すぐ坊主にしてこいっていうことで、部室でこう坊主にしてたんですけど、間に合わない選手がいて、半分だけ坊主にしてグラウンドに行ったら、それはそれでまた怒られるっていう、すごいシステムでしたね。当時はグラウンドを泳がされたりとかして、クロール、バタフライ、背泳ぎ、フライとか、でもこう終わらせなきゃいけないっていう、ゴールラインからゴールラインまでをクロールで泳いで、そうですね。だからリハビリ組もこう怪我すると復帰するときにテストがある、その監督が来てからそういう風になったんですけど、そのテストが本当にえげつないで、だからグラウンドを2周を覚えてます。2分10秒で 10セット入らないと復帰できないんですよ。極端な話、グラウンドを1周1分5秒で、で2周走って2分10秒以内で走って、それを10セット、じゃない入れたら晴れてリハビリ卒業みたいな、で多分今だったら多分考えられないようなタイムだと思うんで、ダッシュですね。でもやっぱり当時は 入る人は入ってましたよ。川選手も入ってた。川野選手も入ったんじゃないですかね。多分入ってると思う。林さんも入ってる、もちろん。僕はもう全然ですよ。はい、ということで、4人目は林コーチ、今
サッカースクールのコーチを務めている、林コーチなんですが、河野選手の一つ上の先輩ということになります。河野選手、はい、今まず今の VTR 見て感想どうですか？まあみんな似たようなこと言いますね、やっぱね。明るいエピソード少ないですね。あ、そうですね、あんまいいやつないですね。なんかね、なんか楽しい感じ、楽しかったよね。楽しかった。楽しかったこともいいクラブだからあったけど、うん、ただ出てこないね、やっぱり印象がやっぱきつい印象しかなかったから、うん、なんかエピソードがだんだんね、あの、まあ、バリカンの話とか、さっき言ってたブランドを泳ぐ話とかね、まあ相当きつかったんだろうなっていうのは、まあ、よくわかります。まあ、でも一応ちょっとハイスポーツのエピソードもちょっと気になるとこあったんで聞いておきたいんですけど、リハビリが一緒の時にね、川野選手、他の選手に見られないようにこっそり帰ってたっていうのは本当なんですか？帰ってました。それなんで、なんで見られちゃう？いやもう、その時に本当きついやつやってるんですよ、走りで。いつ終わるか分かんない走りっていう、何時間あるか分かんないとかがあって、でももうリハビリ走れないから帰るじゃないですか。でもやっぱね、そんな走ってるやつらの目の前が通れないから、裏からまあそういうことやっていかなきゃ持たないから体も、うん、だから、まあ、裏からこっそりね帰ったりしてましたね。気遣いなんですね。まあまあ。なんか具体的な数字出てたじゃないですか。グラウンド2周を2分10分10秒を10セット。私ちょっとあんまり分かんないんですけど、それ相当きついんですか？いやー、多分相当きついですね。きついですよ。でも走れたんですよ、みんな、ヴェルディユースは。もう走れなきゃもう話にならないんで、もうただキレられるから、タイムに入れないだから、そんなんもありえないから。確かに。だから多分全員走れてたと思いますよ。走れなかったらみんなもう一度追加とかありましたね。あ、そう、連帯責任だから。連帯責任だったから、倒れてどうにかなるまで続くから、やっぱりな、うん、俺一回救急車見たことあるしね。だメンタルは本当に強いと思います。このあの時のこのメンバーとかは、うん、本当メンタル面は本当に強いと思います。今の子たちと違うとこはそこかな、まず、うん、確かに。なるほどね。まあ、きつい話とかそういう話いっぱい聞いてきましたけど、さっき川野選手が楽しかったよねって言ってたじゃないですか。すごい、例えば平選手とのすごい楽しい思い出って何ですか？いやー、僕あんまり後輩と下とね、あんま喋んなかったんで、ひろひくんとの楽しいエピソードないですね。当時のないよね、高校生の僕ないね、あんまり思い出せないですね。ないっす。そういう印象でした、僕から見たひろひくんの年代もそうですけど、ひろひくんの代、そうだね、全員僕の代仲悪かったし、でほとんど辞めちゃったんで、きつすぎて、だから下に助けてもらってたんですよ、僕らの代は。なんかだって加納選手前も言ってましたよね、加納選手の代仲悪かったって。バラバラです、バラバラ。でも強かったっすもんね。でも強かったっすよね。うん、結果良かったんですね、そういう関係性も聞いた、このライバル心があって。まあどうなんですかね、まあよく言えばそんな感じ、まあ、子が強かった。そうね、子が強かった。すごいね。平良選手の代はどうだったんですか？みんな仲良しだったんですか？いや、みんなっていうか仲いいグループが何個かあったって感じですかね。みんなでとかじゃなくて、だけど帰る方面が一緒の選手とか同士だったら仲良くしてたけど、
下から見てたらめっちゃ仲良く見えたけど、でも、うん、仲良さそうに見えたよ。タイラの連打が特にすごい仲良かった。今全く合わないですけどね。いや全く合ってないですけどね。そうなのかな。いや俺らはもうやっぱ一番この3年間だと一番仲良いと思う。ああそう、そりゃそうだそりゃそうっすね。じゃあ平選手の最後に、じゃあせっかくなんでユースとかアカデミー時代の一番嬉しかった最高の思い出って何ですか。嬉しかった最高の思い出なんだろう。でも強かったんで、やっぱ全国大会に出るのが当たり前みたいな感じだったんで、やっぱそういうレベルを体験できたっていうのはやっぱ良かったですね。もうトーナメントで決勝戦とかも経験したし、まあ、いろんな大会あるじゃないですか。そこでいつも上位に行けてたのはやっぱすごい良かったです。その経験がやっぱり今にも生きてるってことですね。はい。高橋選手はそのアカデミーで自分がこう経験したことで今こうプロとして生かされてるものってどんなことなんですか。気持ちだけですね。でも大事。どんな気持ちですか。どうだろう。やっぱ小学校とかはやっぱ楽しくサッカーできてて、まあフォワードだったから点取れてたし別にそんな悪くはなかったですけど、で中学になってもまあある程度こうね、トレーセンとかアダゴだって入ってたし別にすごい良かったんで、高校3年間っていうのが一番自分の中ではこう体力面からメンタル面からフィジカル面が本当強くなったのが、やっぱプロとしてやっていくのって結構フィジカル結構重要なんで、そこは本当に良かったなと思いました。あれがあったからっては一応言っておきます。今思えば、今思えばそうですね。今思えば、うん、ですよね。河野選手、今日ちょっとアカデミー時代の話を思い出して、いろんな関係者の方に登場して話してもらいましたけど、いかがでしたか？そうですね、まあ、本当にこうやって一緒にやってた選手たちがここでコーチやってたり、監督やってたりしてるんで、まあ、改めていいチームだなっていうふうに思ったし、まあ、昔のことも思い出せて、まあ、また3人で頑張ろう。まとめましたね。ありがとうございます。ありがとうございました。J リーグ再開して、まだ皆さんとは直接お会いすることはできないかもしれませんが、その日まで僕たちはピッチで戦うのでまた応援よろしくお願いします。 J リーグ再開できることをこう、まあ選手一人一人がこう喜びを感じてプレーでしなきゃいけないと思ってるし、こうみんなとまた会えることをこう楽しみにしているので、また応援よろしくお願いします。アウェー戦は絶対パスポート持ってってください。Jリーグ中断して、まあ、サッカーできない時期もあったりして、まあ辛かったし辛い時期でした。まあ皆さんもまた J リーグ始まるので、僕たちもまたサッカーができる喜びをかみしめてやっていきたいと思うんで、応援よろしくお願いします。